思っております。おめでとう、あ、妻、チュナ、ありがとうチュナ、2年も続けてくれて生まれてきてくれてありがとう。なんか重いな、重いオタクいるって身内に。リン先輩の使ってる洗剤知りたい。ちょっと見てくるわ。じゃあちょっと待ってて、記念配信で離席するやつになるけどちょっと待ってて。よいしょ、洗濯機の上の棚にボールドが置いてあったので多分ボールドだと思います。パーカーそれで洗うつもりだろ。ありがとうございます、頑張ってください。なんかわかんないですけど、オタクの熱量。